卒業してですね、あの進学先を、まあ、オーストラリアの大学にあのしようと思ったきっかけって何だったんですか？まずあの日本の結構経済に対して悲観的だったんですよ。あの高校生の時にビジネス書とか結構積極的に読むようにしてたんですけど、その時に人口がまず減少してるってことがすごい僕ショックで、ちょっと日本にいたらまずいなっていうのがまず第一の理由だったと思います。あのまあ、アメリカとかイギリスとかアジアとかいろいろある中で、なんかあのオーストラリアに行き着いたきっかけっていうのは何かあったんですか？まあ、理由としてはまずアメリカと多分イギリスの大学は結構エッセイとかも書かないといけないじゃないですか、出願のために。あとは SAT とかその他の ACT っていう資格が必要になると思うんですけど、ちょっと僕が期間的に間に合わなくて、あのオーストラリアの大学はただ単にその高校の成績証明書と英語の資格証明書だけ出せば出願できる感じだったので、僕はオーストラリアの大学を選びました。今オーストラリアの大学と一括りに言われましたが、基本的にシドニー大学だろうがクイーンズ工科大学だろうがモナッシュだろうが、まあ、基本的には高校卒業後日本人が学部入学する際は、まあ、英語の証明書とその高校の成績証だけでいい感じなんですか？そうですね、結構シンプルなんですよ。オーストラリアの大学って3年ですか？基本的に3年なんですけど、日本人の場合はそのディプロマかファウンデーションコースっていうのが入らないといけなくて、その大学準備コースっていうんですけど、大体1年くらい勉強するんですよね。で、その後にあの大学に入るっていう感じなんですよ。じゃあこれからなんかファウンデーションコースみたいなのに入っていくって感じなんですか？そうですね、ディプロマコースに入る予定です。あ、ディプロマコースとそのファウンデーションコースの違いってなんかあるんですか？まあ、意外と違うんですけど、なんかディプロマの方がもっと専門的らしくて、あのファウンデーションコースはその専攻以外にも数学だったりとか国語だったりとか、あの基本的な科目もやらなきゃいけないらしくて、ディプロマコースはただ専攻のための勉強みたいな感じですね。一般的にはそのファウンデーションコースの方が有名なんですけども、日本じゃ両方選べると、ファウンデーションコースにするか、まあ、ディプロマにするかで、両方1年どっちでも選んでいいよと。で、それをちゃんとクリアすれば本課程に入れるって感じなんですか？あ、そうですね、はい、正直僕もあのエージェントのその勧められた通りにやってて、あのそれでディプロマコースになってるんですけど、以前あのシドニー大学のファンデーションコースの方をあのインタビューさせていただいたとき、ファンデーションコースが相当、なんか1年なんか300万だったか忘れましたけど、なんか相当高額だったイメージがあるんですけども、ディプロマコースってこれいくらぐらいするんですか？ディプロマも結構高いと思いますね。あの大学のランキングにもよると思うんですけど、やっぱりだいたい年間で200万から300万はかかると思います。クイーンズランドの生活費もだいたいそれぐらい、まあ、1年300万ぐらいかかるっていう感じだと、ディプロマコース1年間で500万ぐらいは準備しないといけないっていう感じですか？そうですね、そうなると思います。奨学金とか何か活用されたりしてるんですか？今現状ではしてないんですけど、今ちょっと給付型の奨学金が応募できるかっていうのを今考えてるところです。まあ、最終的にクイーンズランド工科大学をまあ決められたんですけども、なんか他の大学も出願されたんですか？実は他にも2校出願してるんですけど、グリフィス大学っていう大学が、ブリスベンにあるんですよ、オーストラリアの。でそこは一応合格で、あのもう一つの大学がマッコーリー大学っていうんですけど、それはあのシドニーにある大学なんですね。一応それも合格でした。ディプロマ終わった後何をご専攻されるんですか？正式名はバチェラーオブファインアーツっていうんですけど、主にあの映画制作を学ぼうかなと思ってます。そもそも映画制作 の, あの学部に行かれようと思ったんですか？あのもともとちっちゃい頃からその映画結構見てて、ハリウッド映画とかすごい見てて、すごい映画好きだなと思ってたので、すごいインスピレーションもいろいろ得られて、やっぱ映画制作に関わってみたいなと思ってて、映画制作を選びました。ハリウッドのある本場のアメリカでなくオーストラリアにしたのは何か他に理由があるんですか？まず、まあ、治安がアメリカよりはいいってことですね。銃の乱射事件とかオーストラリア本当に少ないと思うんです。安全面でまず選んだのはそうですけど、もちろん学費もあのアメリカだと多分年間トップスクールとかだと多分400万とかすると思うんですけど、オーストラリアだとまあ少し安いんですね。安くはないんですけど、アメリカよりは安くて、学費っていう面と、あと安全性っていう面でオーストラリアを選びました。
で映画制作にもいろんな多分役割があ あると思うんですけども、フィルムディレクターだったり、そのいろいろ、何を目指されようと考えられておられるんですか？僕はクリエイティブ系の業界に進みたいなっていうのっていうのは確かです。実は映画制作を選んだのは、まあ、正直関わりたいっていうのもそうなんですけど、ただ興味が単純にあっただけで、本当に映画監督になりたいとかではないんですよ。最後に N 校から直樹さんみたいに自分もその海外大学進学を目指したいと思われる方も結構いると思うんですね、さすがに実績を見ると。で、はい、直樹さんから見てですね、N 校から海外大学の進学を目指すメリットとデメリットがあれば教えてください。まずデメリットから言うと、海外大学って言っても多分いろんなところがあるんですよ。韓国とか中国とか、まあいろいろあると思うんですけど、まずデメリットとしては多分一応通信校っていう名目なので、一部の大学だと出願を制限してるらしくて、なんか韓国の大学だと特に学歴社会なので、ちょっと通信校からの進学が厳しいってこともあります。でメリットとしては成績評価を結構高い評価をもらいやすくて、高い成績をもらいやすいってことですね。であともう一つは結構留学のクラスとかがたくさんあるので、例えばオックスフォードだったりとかスタンフォードだったりとか、あと語学留学だったりとか、あと学校にもその留学に詳しい先生がいるので、そういう人にも聞ける点では結構いいのかなと思います。直樹さん、本当にお忙しい中、本日はインタビューを受けていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。 You are beyond my wildest dreams